クラブマガ、クラブマガは20世紀前半戦果が絶えなかったイスラエルで考案された近接格闘術で一切の無駄を省いたシンプルかつ合理的な格闘技であることから様々なイスラエル法案部隊に採用されることで洗練され現在世界中の軍、警察関係者や一般市民にも広まっている一般市民向けのコースでは軍、警察関係者向けに教えられている 殺人術除外する形で、護身術やエクササイズの一環として、防御に重点を置いたレッスンが提供されている。名前中、マガは、接近、接触、クラブは、戦闘を意味する。このため、直訳すると、接触しての戦い、接近戦闘術となるが、かえって混乱を招きかねないので、ヘブライ語のままクラブマガと呼ばれる。なおもともとは、カパップ、 ヘブライ語、カポップクロブパニムエルパニムの省略、白兵線の意と呼ばれていた。イスラエルでは、イスラエル国防軍や警察、イスラエル諜報特務庁で採用されている。また、イスラエル国外でも、CIA、FBI、スカイマーシャル、スワット、ギリン、や多くの国の警察が導入している。1964年に軍を退職した創設者が、 一般市民への指導を始めたため、イスラエルでは国立学校の指導要領に加え、ウィンゲートインスティチュートと呼ばれる体育学校や学生を指導する教員にも指導されている。また、民間向けの指導はイスラエルで学んだトレーナーにより世界各地で行われている。クラブマガの原型となる技術はハンガリーで生まれ、スロバキアで育ったユダヤ人、イミ。 リヒテンフェルドによって考案された。意味は、ボクシング、レスリング、体操など様々な競技において、ヨーロッパチャンピオンのタイトルを手にした優秀なアスリートだった。また、警察官である父は、他の警官に戦闘、護身技術を指導をしており、意味は、父から直接、実践的なストリートファイトを学んでいた。意味はその技術で当時紛争状態にあった東、ヨーロッパで、 数々の仲間の命を救い、さらにその技術を体系化して、ブラチスラバ在住のユダヤ人らに、ファシズム信奉者の防寒らに対する防衛手段とし、教えていた。意味は、イスラエル建国前に、イギリス移民党治療パレスチナに移り住み、ここで、ユダヤ人民兵組織ハガナーに、近接戦闘術を教え始めた。イスラエル建国後は、クラブマガとは、イスラエル軍。 警察に教えられる近接格闘術を指す一般名詞を意味していた。イスラエル移住後、意味は自らの性をヘブライ語に訳し、スデイコール王と名乗った。意味は教官として勤めていた軍から退職後は市民への指導を開始した。こうして一般的に知られる護神術としてのクラブマガが発達した。1980年までは、 クラブマガのエキスパートはイスラエルだけに住んでいたが、興味を持つアメリカ人との間にて交流が始まったのが、国外への普及開始時期とされている。1981年、6人のインストラクターは、主にユダヤ人のコミュニティセンターにてデモンストレーションのために渡米した。このことが FBI のニューヨーク支局やトレーニングセンターでのデモンストレーションにつながった。その結果、 同年夏には基本的なインストラクターの訓練コースに参加するため、アメリカからイスラエルへ22人が訪問する結果となった。そのコースの卒業生が帰国し、それぞれの地元でトレーニングセンターを立ち上げた。また1984年には追加の候補生がイスラエルを訪問し、インストラクターになるために1986年に再訪した。同時期、 イスラエルからのインストラクターが訪米を重ねていた。1985年より、アメリカの警察関係者向けのトレーニングが開始した。意味の死去後、多数の流派、教会が世界中で誕生した。誰が意味の真の後継者か、クラブマガという表現が特定の武術を指すのか、もしくはボクシングのように、クラブマガという表現商標登録されていないなど、激しい論争が続いているが、 現在、一般的に10の主流クラブマガ統括団体が認められている。クラブマガにおいては、柔道や空手などのように競技規則が確立されている、スポーツ閣議ではないため、試合として大会が行われることはない。むしろ、実生活で起こりうる状況で、効率的に動けることに重点を置いている。また一般的に、学習者にとって不利な状況を想定しており、 股間への攻撃、頭突きなど、相手に対して、効率的なダメージを与えることを念頭に置いている。クラブマガのテクニックにおける、基本行動理念は、である。基本的には、相手の最初の攻撃に対処し、次の攻撃を予防し、そして、相手を制圧することを、緊迫した状況下で正確に行うことである。中でも、攻撃を仕掛ける相手から、 いかに早く主導権を奪うかということが最も重要視されている。クラブマガは実際に帯の需要や着用があるわけではないが、ベルトシステムという柔道における帯のようなシステムを持ち、並行してレベルというシステムも持つ。最も初級であるレベル1では主に基本的な構えや打撃テクニックを学ぶことができ、次でイエローベルトに昇級するとレベル2となり、 より多くのパンチキック技術や抱きつきに対する誤身等を学ぶことができ、ブルーブラウン・ブラックベルトの保持者が対象となる最も、高度なレベル5では武器に対する誤身や、第三者の誤身等の高度な技術を学べる。昇級は規定の出席数を超えることで生ずる、受験資格によるテストに合格することでできるが、テストに参加せず同一のベルトに止まることもできる。クラブマガは、 人間が本能的に持っている条件反射を動きに取り入れており、いざという時に体が自然に護身の動きとして反応するという特徴を持っている。その守備一貫した合理的な考え方により短期間の訓練で性別、年齢、体格、体力を問わず誰でも高いレベルの護身スキルの取得を可能とするとされている。サバットやキックボクシング、ケリ、 パンチの技術また柔術やレスリング、身のこなしの技術などから取り入れた技法を持っているが、訓練法は異なっており、自分が不利な状況での護身を重要視している。実践を徹底的に意識しており、敵は必ずしも素手ではなく、ナイフや拳銃などの狂気を保持しているケースも想定して訓練を実施している。また、敵が数ととも限らないため、 複数の相手を想定した訓練を実施している。訓練はエアロビクスと敵に見立てたパッドを多用するのが特色である。これにより訓練を受ける者は手加減なしで反撃の練習が可能だし、パッドを保持する側もクラブマガの効果を反撃される者の立場で体感することができる。そのためパッドを保持する者も攻撃を加える者と同じくらい激しい運動をした。 ことになるという。人間は不意に襲われた時は、パニック状態に陥り、思考能力が急激に低下するため、訓練においては、ラウドスピーカー、ストロボスコープ、霧発生器といった装置を導入し、生徒が周囲の状況に余計に迷わされず、敵にダメージを与えることに集中する、よう指導することもある。また体や言葉を使い、 実力行使をせざるを得ない状況に入ることを防ぐ方法が教えられるともある。一般的なクラブマガのトレーニングセンターでは訓練は約1時間でエアロビクスと護身術を組み合わせた指導が行われるが難度が上がるにつれ次第にエアロビクスよりも護身法に重点が移れる。まず指導員は心拍数を上げるための激しい運動を行わせる。 そしてストレッチを行った後、いくつかの護身法が教えられる。この中では、まず相手にダメージを与える方法、パンチ、蹴りなどまたは身のこなしの技術、相手の制圧下からの抜け出し方などが指導され、その後に、これらの技術とエアロビクスを組み合わせた指導がされる。最後に、生徒をバーンアウトさせて終了するが、これは訓練の最初に実施されることもある。 クラブマガジャパンの松本国氏は国際クラブマガ協会日本総支部として活動していた2002年8月に国際クラブマガ協会の会長を得るヤニロブと連名でクラブマガの名称商標登録ている松本国氏は2003年10月にクラブマガワールドワイドと提携。クラブマガは国際的な統括団体が複数存在するが上記のように クラブマガの名称が商標登録されているため、少なからずトラブルが発生している。松本はイスラエル軍式語真術クラブマガ入門、意味、スデオー、エアルヤニロブ教著、原書房、2001年の監修者である横山正史のクラブマガの関連の肩書を消去するようにと出社やマスコミ、武道関係者に要求。その後、松本は日本で クラブマガを指導している、アビマザルトとボアズハガイに対して、クラブマガの名称を使用しないよう文章を送っている。そのため、マザルトは、イクンフクラブマガ、ボアズハガイは、KM や、イミクロブマガベイハガナスミットの名称を使用して、教室を開いている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。